村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ウェーブスから発売されてます CLA ベースというプラグインを、ベース用のプラグインですけれども、これを紹介したいなと思っています。画面にありますように、この右下にあるのがそのツールです。今回はあえて VU メーターとそれとピークのメーターですね、レベルメーターと言ったらいいんでしょうか、それと2つですね、上げて、音圧なんかの加減を見ていただきたいと思っております。まずはですね、サンプル、これはサンプルタンクというですね、IK マルチメディアが、開発している、音源で、ウッドベースで、作った音源です。これ今は何も入っていない、状態ですので、ちょっと聞いてみてください。はい、フレットの音までね、聞こえて、すごいリアルな、ウッドベースですけれども、これにですね、この CLA を組み込むだけでですね、存在感のある、すごくいいベースになります。パラメーターを触らなくてもですね、いわゆるプリアンプ的な能力があるのか、じゃあ入れてみますね。存在感が持ち上がりましたね。で、あえて今日は VU メーターをセッティングしているのは、今だいたい3から4マイナス3、4デシベルのところで、ピークを打ってますが、これをバイパスしたからって言ってですね、音量はさほど変わらないんですね。これ今バイパスしました。3とかそういうところをしてますので、さほど大きなですね、差があるわけではないんですが、入れるだけで存在感が出てきます。それでもう少しこう入力に対して幅がありますので、ちょっと上げます。これでマイナス2デシぐらいになりました。ここからですね、一番左のパラメーターがベースです。そしてこれがトレブル、いわゆる高音ですね。はい、輪郭を出したいときはちょっとこう上げるといいと思いますが、ウッドベースらしさを出すのにはあえてちょっと高音を削るというのもいいかも分かりません。次がコンプのパラメーターです。一応今回の音源は、まず先にノーマライズしてあります。ですから最高でピークギリギリまでいってると思うんですけれども、はい、さらにしっかりした存在感が出てきますね。これコンプ下げてみますね。普通で言えばスレッショルドはどういうところかというのは気になるところなんですが、もう感覚的に自分の耳で聞いてですね、自分の好きなこう
存在感に、持っていけばいいと思います。それとディストーション、エレキベースなんかの時にちょっとこうやって歪ますことができます。上の黄色のボタンでですね、このレンジというかどれぐらい効かすかっていうのを、これね、これもロックなんかの時にはこういうディストーションの持ってき方もいいですが、今回はあえてこれバイパスしておきます。その横がピッチです。ちょっと二重化したような感じが出ると思います。下になるとこんな感じです。一番ここにはパラメータとしてはコーラスということになっています。で、次のはワイドということで広がりが出てきます。このようにですね、僕はこの中ではこのワイドが好きかなって感じですけれども、もちろんね、音楽に、よってということになろうかと思うんですけれども、これでもすごく存在感が出たと思うんですが、ピークはマイナス2デシぐらいで、止まってますね。右にもVU メーターもつけたんですけれども、そんなに、ピークを打つことはないですので、存在感だけが出てですね、これバイパスしてみますね。はい、こんな感じですね。はい、もう一度入れてみます。DTM 初心者の方はですね、このいわゆる音圧と音量ですね、レベルだけではなくって、よく音圧音圧という言葉を聞きますけれども、こういうふうに、メーター自身はさほど大きく変わってないんだけれども、いわゆるコンプレッサーのように、音圧をこうしっかりですね上げると、こんな存在感が出てくるというね、とっても典型的な例だと思うんですけれども、このようにですね、音作りするときには、前に持ってきたいもの、いや後ろに下げたいもの、いろいろあると思うんですけれども、とってもこの CLA、ベースというね、グラミー賞の 作品を作った方と、クリスさんという方とですね、そしてウェーブスとの共同開発ということで、これ以外にボーカルとか、先日も動画にしてますが、ドラムとか、いろいろあります。あと一つ二つですね、この CLA シリーズの動画も皆さんに情報提供したいと思いますので、またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録をしておいてください。どうも
ありがとうございました。村長でした。